自分の存在意義と向き合う習慣をつけよう。僕は、私は、なんでここにいるのかな、なんで生きてるんだっけ、そういう自分の命ね、存在そのものと向き合うこと、人に感謝されることっていうのは結果として自分をめちゃくちゃ救ってるんですよっていう本質、一人一人に絶対的に命の意味があって、絶対的に存在の意義がある。誰一人としていないよ、意義がない人なんて。その人に裏切られた途端に絶望しちゃうわけよ。その子一人一人の考え方とか主張があるんだから、寄り添える大人でありたいし、そんな大人をやっぱり増やしていきたいな。中学生のうちに何をしておくべきか、そういったところにベクトルを向けてお話ししようかなというふうに思ってますね。今日はね、2学年の子たちみんなに応援するんですけど、早い子はもうあと1年と少しで社会に出るんですよね。もしかしたらそういう子もいるかもしれないし、中学生っていうところ、ここにある種新鮮なものも感じるし、責任感みたいなところもちょっとね感じてるんですよ。一人一人に命の重たさがあるんですよね。もうすごいこれ簡単シンプルなことなんだけど、心から本音で話せる人を3人作ってみて、さあ数えてみよう。誰がいる？家族は1年、塾の先生とか塾の友達もいいよ。これね、なんでかっていうと、一人しかいなかったりすると、その人に裏切られた途端になんか一気に絶望しちゃうんだよね。だから一人ってのはちょっと危ないかもしれない。家族に裏切れるってことはまあほどほどないと思うけど、3人を意識してください。これからでもいいです、高校になってからでもいい。だけど誰か一人に執着するっていうよりも、3人ぐらいね、心から話せる人がいるとすごいいいなって思います。意識して、今日から、今日いなくてもいいから、今日から意識すればいい。本当に話せる人ね、大事だから。喋りたいこともいっぱいいっぱいあるんだけど、どうしてもね時間が限られてるっていうことで、最後の5分でアコースティックライブをしようと思います。盛り上がる準備はできてますか？ありがとう。ハイレベルじゃないこの学校。これいける感じするね。歌詞はね、ほんとみんなに対して歌ってるような感じ。今日は本当にみんなにね、出会えてよかったです。本当に一人一人ね、輝いた目が印象的でした。そんなみんなの本当に将来を心からね、記念して歌わせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。一本道。ねえ、なんでそんなに頑張ってんの？同じ世代のやつらはもっと楽してんのに、今が大事だから、今が勝負なんだ。諦めるのは諦めた、そこから俺は始めたんだ。みんなね、心悩めるバカ者よ、冷たい雨に打たれて強くなれよ。心優しき、心優しき若者よ、凍える誰かの太陽になって輝いてやれ。心優しき若者よ、貧さと戦うやつの鏡になってやれ。ありがとう。今日のこの授業楽しかったんで手を挙げてください。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。あ、めっちゃいいじゃない。なんか上げさせた感はあるけど、ぜひですね、もう Twitter でも TikTok でも何でもね、フォローお願いします。もし何か本当に悩みがあったら DM しておいて、もう誰もいなくなったらね、最後の手段として取っといて、それが俺ができる斉藤先生の恩返しかなって思ってます。なんで、あの、必ずそれは相談に乗りますから行ってください。本当に今日はありがとうございました。とにかくね、素直な子たちだなっていう印象で、最後ね、歌わせてもらった時に、なんかこう、みんなでこう手拍子とかしながら見えた笑顔っていうのは、これ忘れられないですね。
中学校2年生ってさ、本当にこう分岐点なんだと思うんだよね。だからきっと見た目じゃあやって笑ってるけど、もしかしたらすごい悩みを抱えてる子たちもいるかもしれない。そういう子たちに寄り添える大人でありたいし、そんな大人をやっぱり増やしていきたいなっていうところはすごく感じたなって思いました。夢になりたいって自分から言えるってすごいなんか主体性あるなって思う。なんか恥ずかしいって思うのかなと思ったら、なんかね、自らやって手を挙げてね、そういう子ってやっぱり光ってくるんだろうなってすごく感じましたね。人を助けたい、あの子はきっと強い子になると思いますね。人を助けるってその志だけで人は強くなれるんだけど、次世代の若者を考えるんであればまさに宝物なわけじゃないですか。これはこう先生とか親御さんたちだけが教育をするんじゃなくて、やっぱりみんながね、大人みんながちゃんとここにしっかりとベクトルを向けて、こう青少年の教育っていうところに携わるべきなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今ね、簡単に子供と絡めないような時代になっちゃったけど、でもやっぱり大人がみんながね、子供たちを守っていくっていう意識は大事なんじゃないかなって改めて思いました。